こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では春夏のユニクロでこれだけは皆さんにですね絶対に持っておいていただきたい1枚のシャツをですねご紹介してみたいなというふうに思っています。動画を撮影しているのは5月のですね中旬なんですが、これぐらいの季節になるとですね結構暑い日もあったりするわけなんですね。日中に25度を超えたりするとさすがにね今僕が着ているような長袖のシャツは暑いかなと思うんですね。そんな時にあると便利なのが半袖の T シャツだとかあとはシャツかなというふうに思ってるんですが、その中でもですね特に僕たち30代40代大人世代に似合うものとして今回ご紹介したいと思っているのがユニクロのオープンカラーシャツなんですね。これは毎年展開している定番アイテムなんですけども、やはりその中でもですね年々アップデートされていまして、今年発売されたものもすごく良かったので今回はですねそちらを実際に買ってきたのでですね僕自身が着ながら皆さんにレビューをしてみたいなというふうに思っています。このオープンカラーシャツというのはですねここ数年は定番的なものになってるかなと思うんですが、こういった形のものですね、半袖になっていまして襟型が特徴的なんですが、第1ボタンはですねこれはなくて襟の部分が開いているような形のデザインになっているのでオープンカラーシャツと呼んだりするんですが、これがですねトレンドになり始めたのが今から5、6年ぐらい前だったかなと思っています。当時はですね、まだ半袖シャツというものはおじさんが着るようなイメージを持っている方が多くて、僕もですね、書籍の中で半袖のシャツは NG ですということをですね、結構お話ししていたんですね。それがやはり時代の移り変わりによって今ではトレンドアイテムからすっかり定番アイテムとしてユニクロでも毎年ですね、取り扱うようになっています。結構カラー展開が豊富で僕が今持ってるものはブラックなんですけども、その他にもですねもう1色僕が買ったものがありまして、その2つがあるとですね結構夏のファッションというのは充実するかなと思うので皆さんにもですね着ながらご紹介したいなというふうに思っています。サイズ展開も結構たくさんあるんですが、今年のものはですね最近のトレンドに合わせて少しゆったりめになっているんですね。ですので皆さんの通常サイズを選んでもらって間違いがないかなと思うんですが、よりトレンド感を出したい方はあえてワンサイズ上げて少しゆったりめに着てあげるのもいいかなと思っています。S サイズが普段のサイズなんですけども、あえて M サイズも着ながらですねどちらがバランスがいいかなと思って比較をしたわけなんですが、その中で今回買ったのはこちら M サイズになります。着用した状態がどんな感じなのかコーディネートも含めてちょっと皆さんにですねお見せしたいなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべく分かりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートの解説に関しましては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしています。そちらはですね週に 3,4 本のペースでかなり本音の動画を出していまして、こちらの無料版とはですね全く雰囲気が変わっていますので気になる方はですねこちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますのでそちらの方からチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで実際に着ていました。どうでしょうか。先ほどご紹介していたのはブラックだったんですけど、今回ですね、僕が感動したのはこちらのオリーブという色合いなんですね。これがですね、なかなかいいカラーで、およそ 2,000 円でこんな上品なオープンカラーシャツが手に入るというのはですね、僕の中ではかなりの驚きでしたね。ブラックだとかネイビーというのは毎年定番的に出ているものなんですが、オリーブという色は必ず毎年あるわけではないんですね。特に最近はですね、こういったオリーブカラーというのがトレンドになっているということもあって、様々なブランドからもリリースされているんですが、このユニクロのオリーブの色合いすごくいいですね。あまりミリタリーライクにならないような上品なダークグリーン系の色合いで、これであればですね僕ら大人世代でも結構上品に着やすいのかなというふうに思っています。やっぱり 2,000 円のシャツというとデザイン的にはですねちょっと爪が甘いなと感じたりだとか、あとは素材感ですね。表面に変な光沢感が出てしまって安っぽく見えたりすることも少なくないんですが、見ていただいても分かる通り素材感もねすごくいいんですよね。薄手ですごく涼しげな感じなんですが、生地の光沢感安っぽい感じは全くなくてすごく上品なんですね。色もですねこういったオリーブ系だと 2,000 円ぐらいの価格帯だとねやっぱりですね色合いにチープさが出やすかったりするんですが、そんなことも全くないのでめちゃくちゃこれはですねバランスのいい色合いなのかなというふうに思っています。まあ、先ほどもお伝えした通り、サイズに関してはですね、僕は普段 S を着てるんですが、今回は M サイズを選んで少しゆったりめにしています。ただですね、そうは言ってもこれぐらいのサイズ感なので、別にですね、すごく大きいということはないかなと思っています。まあ、例えば GU のですね、オープンカラーシャツとか半袖のシャツというとですね、もっとトレンドによっているので、最初からもっとゆったりめのものが多いんですね。ですので、これも後日またお伝えしたいなと思うんですが、GU のシャツに関しては S を僕は購入をしているんですね。ですので、そのサイズ感に合わせて選ぶのであれば、ワンサイズ上げてあげてもですね、バランスがいいのかなというふうに思っています。で、このようなオリーブ色のシャツを選ぶときに、どのようなコーディネートがいいかなというとですね、まず下には白 T シャツを覗かせてあげる。これがですね、バランスがいいかなと思っています。まあ、オリーブという色が濃い色なので、それに対して内側もですね、濃い色だとちょっと重たくなるので、差し色的な要素をですね、ホワイトのシャツで取り入れるといいかなと思っています。これは無地の T シャツでもいいですし、プリント系とかでもいいので、そこまで指定はないんですが、僕はですね、前を開けてきてもいいかなと思うので、プリント系の T シャツを入れています。こんな感じですね。プリント系の T シャツの中でも割とシンプルなものを選んであげればですね、結構大人っぽくまとまるかなと思うので、このような前開きのスタイルも含めて使い勝手がいいかなというふうに思っています。そしてボトムスに関しては、これまたですね、ブラックで引き締めてあげると、まず間違いがないかなというふうに思っていまして、オリーブというですね、失敗するとやぼったく見えがちな色に関しては、ホワイトで明るさを出すか、もしくはブラックで引き締めるか、これがバランスがいいかなと思うので、僕はですね、こういったスラックス調のアイテムを履いています。こちらは今季の春夏のユニクロ U のレギュラーフィットテーパードですね。僕にとってはユニフォームなんですが、これを合わせています。で、足元はちょっと映ってなくて恐縮なんですが、まあ割とですね、色合いとしては濃いので、足元は白のスニーカーだとか、あとはこういったニューバランスのですね、ライトグレー系の色合いのものを合わせてもらってもバランスがいいかなと思うので、足元はあまり重たい色にしないのが一つのポイントかなというふうに思っています。この色味はね、めちゃくちゃいいので、ぜひ皆さんもですね、チェックしていただきたいなというふうに思っています。この後ですね、先ほどご紹介したブラックの方もですね、コーディネートを含めて皆さんにお見せしてみたいなと思っています。はい、続いてブラックに着替えてみました。どうでしょうか？この色合いもですね、間違いのない選択かなと思っています。まあ、先ほどのね、オリーブもちょっと変化球で素敵かなと思うんですが、まあ、ベーシックでより使いやすいのはこのブラックかなと思うので、まずですね、1枚持つのであれば、このブラックという選択肢、間違いがないかなというふうに思っています。まあ、サイズ感は先ほどと同じく M を選んでいるんですけども、まあ、コーディネートとしてはいろんな想定ができるんですが、僕の中ではですね、なるべく頭を使わずに簡単にするコーディネートが好きなので、今回はですね、こちらのブラックのオープンカラーシャツに、ボトムスは先ほどと同じようなスラックス型のものを選んでいます。これはですね、僕の動画の中でよく出てくるユニクロのスマートアンクルパンツで全く問題がないかなと思うので、そういったもので合わせていただいても良いかなと思っています。上下でブラックで揃えることで、ここをですね、セットアップのように見せるというのが一つのポイントかなというふうに思っています。ただそうなるとですね、ちょっと着こなしが退屈に感じるかもしれないので、内側に着てる T シャツに関しては、先ほどのプリント T シャツよりも少しですね、カラーの混じったようなプリント系のものを合わせています。まあ、このような形で差し色を少し取り入れてあげればですね、割とセットアップのようなこういった組み合わせもですね、地味になりすぎないかなというふうに思っています。そして足元に関しては、まあ、先ほどはライトグレーのニューバランスのものを合わせていましたが、今回はですね、全身がちょっと黒っぽくなるので、白レーザースニーカーですね。これはグリーンレベルで購入したジャーマントレーナーですね。こちらの方を合わせて少し明るさを取り込むようにしています。まあ一つですね、こういったコーディネートが想定できるわけなんですが、他にはボトムスをですね、グレー系に変えてみるのもいいかなと思いますし、あとはブルージーンズに変えてあげてもバランスがいいかなと思うので、そこは好みに合わせてちょっと変化球をつけてあげるのもいいかなと思うんですが、このブラック系のオープンカラーシャツ、様々な形で使えるかなと思うので、ぜひこちらも合わせて皆さんチェックしていただければなと思っています。ちなみにですね、こういったオープンカラーシャツをですね、価格帯を上げてセレクトショップなんかで買うと、まあ、間違いなくですね、8000円以上はしてくるかなと思うんですね。ですので、ユニクロで2枚買ってもですね、セレクトショップの1枚よりも安いぐらいなので、このあたりはですね、僕は夏場は2枚あっていいかなと思うので、まずはブラックから買ってみて、よかったらですね、先ほどご紹介したオリーブも買い揃えてみて、コーディネートの幅を出してもらうとすごくいいかなと思っています。まあ僕ら世代だと T シャツ1枚だと、ちょっとカジュアルかなと感じることもあるかなと思うんですね。まあそんな時に一応ですね、襟のついたシャツの方がですね、大人っぽく見えやすいかなと思うので、こういったもののバリエーションを揃えながらですね、ぜひ皆さんには春夏のファッション楽しんでいただければなというふうに思っています。はい。ということで、今回の動画では、ユニクロのですね、春夏の定番で鉄板アイテムとなっています、オープンカラーシャツについて、2つをですね、実際に購入をして、レビューをしてみました。これは毎年の定番なんですが、実際にお店で見るとですね、片隅にひっそりと置いてあって、あまり目立つものではないんですね。このような定番的なアイテムというのは、正直ですね、あまり目立たないので、そんなにですね、脚光を浴びないことも少なくないんですが、こういったアイテムこそ、僕ら大人世代にはですね、めちゃくちゃ便利で使いやすいアイテムだったりするので、ぜひ皆さんにはですね、こちらをチェックしながら、春夏の着こなしを楽しんでいただければなと思っています。今はですね、僕はロング丈のパンツを合わせていますが、これから夏になって、さらに暑くなった時には、結構ですね、短パンにも相性が良かったりするので、そういった着こなしの中にも活かすのもいいかなと思うので、またですね、7月、8月の動画では、こちらのオープンカラーシャツと、あとは短パンとのコーディネート例も含めてですね、皆さんに実例をお見せしたいなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは、大人の男性に向けて、メンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山旬のメンバーシップチャンネル。